しもし。プラン75の成宮と申しますが。75歳以上の高齢者に死を選ぶ権利を認め支援する制度、通称プラン75が国会で可決されました。もう少し頑張れるんじゃないかと思って。いい人生だったんじゃないって言うと思う。みんなお待たせしました。どうぞあちらへ。これだと全て無料でご利用いただけます。もう15分経った。話してるとあっという間ね。ではちょっとごめんなさい。おじさん、これお願いします。お年寄りっていうのは寂しいんです。皆さんがうまく誘導してあげなくちゃいけない。プラン75は万が一お気持ちが変わられたらいつでも中止できます。いつもおしゃべりできるのが嬉しかった。制度に翻弄されながらそれぞれが見出した答えとは。プラン75、あなたは行きますか？